皆様おはようございます。総研です。公益財団法人仙台市市民文化事業団の助成事業としてスタートいたしましたオンラインバレエ講座パート1はコンセプトハウスさんの協力を得ましてライブ配信を無事に終えることができました。皆様ご覧いただけましたでしょうか。そしてパート2の方はですね、韓国のバレエピアニストさんキムソヒョンさんのピアノの音源の提供を得まして、そちらの音源を使用させていただきまして、海外で活躍をしている3人の私の愛弟子に協力をしてもらいまして配信をいたしました。そちらのパート1とパート2は今でもご覧いただくことができますので、ぜひご覧ください。そして Zoom オンラインワークショップと称しまして、アートバレーインテンシブさんの協力を得まして、こちらの方も助成事業として配信することになりました。でこちらの方は皆様にはご覧いただくことはできないんですけれども、たくさんの方にお集まりいただきまして、全国の方にお集まりいただきまして提供することができました。この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございます。そしてついにパート3、今日やっと撮影の方が終了いたしまして、今から編集をして10月の31日の土曜日昼の3時から配信をすることが決まりました。なぜこの日を選んだかと言いますと、10月の31日が公益財団法人仙台市市民文化事業団さんの助成事業最後の日となるそうなので、そちらの日を選ばせていただきました。そしてパート1とパート2と違うのは、パート1パート2はもう今でもご覧いただくことができるのですが、パート3に関してはもう昼の3時から6時までの間しか見れない限定の公開となる予定です。ライブ配信ではないんですけれども、夕方6時以降過ぎてしまいますとご覧いただけなくなりますので、ぜひ、昼の3時から6時までの間、YouTube の方をご覧いただけると嬉しいです。今回3本立てでお送りするのですが、まず1つ目はクラシックバレエとは何というふうに私がが劇場に登場して、18世紀に入るとマリー・カマルゴ、そしてマリー・サレなどが女性職業ダンサーが次々とオペラ座からデビューしたんです。やっと女性ダンサーっていう名前が出てきましたねいろいろ喋っているんですが、でパート2といいますか、2番目は不入実りがキッズバレーと称しまして、子どもたちにバレーを指導するのをご覧いただきます。はい、こんな感じです。でそして3つ目は桂島奈々が英語でバレエのレッスンを指導するということで、ちょっと疑似留学体験みたいな感じができるかななんて思ったので、こちらの方も企画をして見てました。こんな感じでした。はい、3本立てでお送りする、その3本立てのその収録は全て終了いたしましたちょっとほっとしておりますあとはまあ編集してうまくこう皆様にお見せできればいいななんて思っております。これを機にね、こうクラシックバレエって何なんだろうっていうふうに思われてる方とか、あと子供がレッスンをするってどういうことなんだろうって、まあ、いわゆる幼稚園生ですよね、幼稚園生がバレエをやるっていうのはどういうことなんだろうとか、あとは英語でレッスンを受けるっていうのはどういうことなんだろうみたいなことを皆さんに知ってもらえたら嬉しいなって思っております。パート1とパート2は引き続きご覧いただくことができますので、ぜひそちらの方 YouTube の方でご覧ください。では10月31日昼の3時からお待ちしております。